っぱれ稲見1名様やってます。あっぱれ月曜の皆さんお疲れ様でした。こんばんは、稲見杏樹です。わお、8月アメリカになっちゃった。8月に突入しましたよということで、いや梅雨あった？もうなんかわかんないよね。ゲリラ豪雨ちょっと悲惨だよね。もう私はそういう日にたまたま室内だったりすることが多いので、こううわやべえみたいなことほぼなかったですけど、ちょっと異常だよね。異常気象だよね。私もなんか最近こう日本にいるはずなのに、すごい昔に仕事でマレーシアとか行った時の環境空気感とすごい似てる感じしちゃってて、なんか私が仕事でマレーシアにその舞台のツアーで回った時に、すっごい暑くって湿度がすごくて、なんかすごい薄着してんのにちょっともう体ペタペタするみたいな、ほんで突然雷鳴り出して曇ったら一瞬で土砂降りみたいな経験をしたことがあったもんで、なんか昨今の日本はそれに近くなってきてて、え、もうなんか怖いなと思って。で、私傘がね苦手で多分このあっぱれ稲見の収録来てても長いですけど、傘持ってるとこなんてほぼ見たことなくないですか？ね？ないでしょ。傘がね、本当に苦手で、折りたたみも一本も持ってないっす、私。もうなんか、どうしても、なんか、女優さんとかやったら、日傘持ってたみんな。ね？とかメイクさんとか持ってる人多いと思うんですけど、持ったことがね、日傘とか。だって雨傘すらしんどいんだもん。で、なんでかって言ったら私バッグがちっちゃいっすよ。とにかく。まあ、今ね、手のひらサイズが売りですみたいな折りたたみ傘もあると思うんですけど、いやね、どの道それ一個分でポーチが入らなくなったり、イヤホンが入んなくなったりするんすよ。だから、傘を持ち歩いてることがまずない。ほんでもって自分の傘なんてほぼ持ってないから、まあ、お父さんの借りてくとか、そんなんでずっと過ごしてきちゃったもんで、専用傘がないんですよ。でも、それももう一個理由があって、電車に忘れる。お気に入り買ったとするじゃないですか。かけちゃうんだよね、隅っこね。ほんでもって忘れんだよ。もう寝ちゃったりとかしてさ、あ、もう降りなきゃとか言って降りたら傘忘れて、シュー、発車します。じゃん、基本。もう絶望。っていうのをすごい昔にやったことがあるんで、傘を持つ勇気がなくてですね、ちょっとこのゲリラの環境、やめていただきたい。本当に困っちゃいますよね。なんか工事とかしてたりするとね、もうお仕事とかも中断しなきゃいけなかったりするじゃないですか。いやーちょっと結構影響が出るお仕事の方も多いんじゃないかなと思って、外仕事だと。んで雨降ったと思ったらブワーって暑くなるじゃないですか。これまた犬の散歩が行けなくなる。今度ね、涼しくなったから出やすいかなと思うんですよ。どんどん蒸していくじゃないですか。これはね、もういよいよちょっと夏となれば早朝散歩になってくるかなみたいなね、ことをちょっと思ってて、ちょっとだけ気が重い。いつ降られるかもわかんないんで、みんなはね、風邪ひかないようにするためにも傘持っといた方がいいかなと思うんですけど、ちょっといい波はカッパデビューかなと思って、この間なんか良さそうなレインコート買いましたけど、てるてる坊主みたいになって歩くのが一番自分には合ってる気がしております。28歳、夏。ほんでもって、まあ、稲見ね、そんなこんなんで8月頑張って参りたいと思っておりますけれども、8月は17日と18日にですね、東京セブンスシスターズという作品にジェダ・ダイヤモンド役で出演させてもらってる、関わらせてもらってるんですが、こちらの、ナナシスライブ、ダイブ・トゥ・ユア・スカイという、ものに出演させていただくことが決まっております。こちらチケットが一般発売中だそうでございますので、ぜひよろしくお願いします。今回も配信チケットがあったりする
ようですので、会場に来られない方でもぜひぜひお楽しみいただけますんで、よろしくお願いします。17日土曜日、18日日曜日の 2days 両方ともに出演します。幕張イベントホールでの開催、どうぞよろしくお願いします。気合入ってますよ。稲見は日々自主練して、スタジオこもって自主練して、雨が降らないように帰りまでと思いながら外を気にしながらレッスンする日々でございますけれどもね。皆さんも体調にはお気をつけてお過ごしください。さあ、今ラジオをお聞きの方は X でハッシュタグカタカナでアッパレに数字で173つけてポストお願いします。それでは一曲お届けしましょう。稲見杏樹でマーメイド。静かで暗い話も聞こえなかった。青の枕光のカーテン、自然のリズムに寄り添って優しいメロディーをもらったな。気づいたらもう覚えてなくて、ウミガメたちも知らないって言ってた。探し回っても見つからなくて諦めそうになってたら、柔らかな波に乗って、波に乗って、あの歌が響いてる。胸がキュッと熱くなって、透き通って自分のことちょっと好きになれる。メロディーはどうなる、ラララララララ。1名様やってます。メールは173@mbs1179.com まで。皆さんからのお便りお待ちしております。いつも投稿ありがとうございます。今夜はお便りご紹介していきますよ。まずはラジオネームひらがなで小花さん、ありがとうございます。アンジュちゃんこんばんは。こんばんは。私は最近 X 旧 Twitter でおすすめに流れてきたキャンプ飯に興味があります。はあ、実際に行くわけではなく、家でキャンプに使う道具でご飯を炊いたりおかずを作ったりするんですが、100均で揃うみたいなので今度してみようかなと思っています。料理好きなアンジュちゃんならキャンプ飯作ったりしたことありますか？また作ってみたいですか？といただきました。ありがとうございます。キャンプ飯か。キャンプ飯っていわゆるなんすか？いや、もうやっぱわかんないですね。キャンプ飯ってなんだ？飯盒炊爨で米炊くとかすか？まあでもメスティンは家にありますよ。なんでそんなあるんですかって、キャンプ行くわけでもないのにって思うかもしれないですけど、うち土鍋でお米炊いてるんで、基本的に炊飯器がないんでね。ほんでどうしても土鍋で炊くとき、まあ、別に1号でも炊けるんですけど、1号で炊くとそこに結構お焦げができやすくなっちゃうんですよ。ほんで水分量とかもちょっと飛びやすいというか、なので1号だけ炊きたいときとかにちょっとなんかいいのないかなーって思った時に、メスティンがいいっぽいみたいな、あったんで、ちょっと買ってみようかなみたいな。で、ロゴスさんかなんか出てるメスティン買ったんですけど、もう少ない量だけでご飯食べたいってなった時は、それで炊いたりします。土鍋だとね、1号はちょっと微妙なんですよ。絶妙なんですよね。ほんで、そういう時にメスティン使って家でも全然コンロとかでやったりしますけどね。面白いんですよ、やっぱり。結構まあ暑いんで、やけどとか注意ですけど、もちろん布巾だったりとか、ね、横に置いといてやるんですけど、やっぱね、
湯気の香りが土鍋とまた違うっすよね。うちはハリオさんってとこの、ガラス、蓋がガラスの土鍋使ってやってるんで、炊けてくるとことかが結構見えるんですけど、メスティンだと見えない。蓋しちゃうんで見えないじゃないですか。こんなもんで、香りだったりとか、すごいこう、微細な蓋の動きだったりとかで判断して、蒸らしたりとかしてご飯炊くんで、もうめっちゃ楽しいんですよね。また土鍋とはまた別の魅力があって結構好きだなーって思って使ったりしますけどね。でもいわゆるキャンプ飯が私あんまわかんないかも。バーベキューで生きてきちゃったからな。インスタントラーメン、あ、袋麺とかってこと？あ、レトルトのカレーとか缶詰、あー、なるほどね。そういうのを使ってチャーハン作ったりとかそういうことか。あー、やんないかもなー。キャンプ飯を私が全然知らないっていう新しい事実ね。え、稲荷さんそんな知らないっすかってぐらい知らないよね。話題に普段困ることもないし、結構何でも喋れると思ってあっぱれ生きてきましたけど、キャンプ飯でしたね、私の盲点。知らん、なんか一番喋れそうな感じあるのにね。やっぱ川遊びとか行ってバーベキューするってなったら、鉄板で焼きそばとか、あとまあ肉焼くとかで生きてきたから、キャンプに意外と精通してない稲見安住かもしれない。キャンプだ、カレーとかっすよね、多分ね。カレーもそうじゃない、飯盒炊爨やって学童通ってた時以来キャンプ行ってないかもっすね。小学校低学年かな、3年生、2年生、3年生ぐらいの時に学童に通ってて、学校終わったらね。ほんで、その休日とか土曜日とかに、学童行事でキャンプ行ったりとかしましたね。その時は、カレー班とうどんこねる班があって、私、うどん側だったんで、お米のさ、なんていうの、米の袋、頑丈なやつに生地入れて、先生が、はい、じゃあ順番に踏んでこうとか言って、みんなで踏んでって、ほんで足綺麗に洗ってるんだけど、やっぱり強いからね、子供だから。破けて、ちょっとゴミ入る。いい思い出、味かなと思うんだけど。でもね、なんかね、そういうのをやった覚えはありますね。あと、キャンプファイヤーとかもわかんないかも、私。え、やったことあります？キャンプファイヤー。え、ある！どうですか？リスナーさんはあります？キャンプファイヤー。私、焚き火を囲って、なんか、マイムマイムするとか、あんま、ないかも。あんな夢だと思ってんだけど。ないかも、経験。全然覚えてないな、私。林間学校大勢行ったんすけど、すごい自然豊かな、なんか、森林の、公園なのかなあれ。みたいなとこに行ったってことと、夜、お化け屋敷みたいな感じで、肝試しみたいなのがあったことだけ覚えてるけど、あれ？キャンプファイヤーしたことない？もしかして。え？世代じゃないのか、学校行事に含まれてないのか、どっちかかも。いや、ちょっとじゃあもうキャンプ行くしかないな。あっぱれキャンプ開くしかないな、もう。よろしくお願いします。さあ、稲見に質問、感想やってほしいことありましたら、ぜひお送りください。メールアドレス、173@mbs1179.com。173@mbs1179.com まで、番組公式 X アップしています。リポストポストお願いします。それでは、ハッシュタグ、あっぱれ稲見のほなねんを待機して、お相手はあんちゃんこと稲見あんじゅでした。ほなねん。